そわそわしてますよね、なんかすげえ緊張してきた、ね、頼むよはい、こんにちは、なーすけです。ということで、今回はなんとですね、バルクスさんの事務所で今日撮影があります。もうね、この前さ、記念すべき僕のね、テレビ CM 出演があったわけですよ。もうね、全国の人に流れたはずと思いきや、テレビ東京っていうね、東京の人に流れたっぽいんですけど、やっぱ筋肉で CM が来たっていうのは僕はもうとても嬉しいんですよ。もう本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それではさようならじゃなくて、そういうことじゃなくて、今日それでバルクスさんがね、バイクを出すらしいんですよね。自分家にね、バイクがあったんだけど、バルクスさんが今日出すってこと、しかもテレビ CM でさ、バルクスさんのバイクを僕こいでたわけで、なんかそういうご縁もあって、バイクの撮影をしつつ、なんかね、もしかしたらお家にバイクが届くらしいってことでね、バルクスさんのバイクもね、ちょっとチェックしていきたいと思います。個人的に前にね、バイクを使ってたから、いろいろね、それとのね、比較もできると思います。バイクがね、2台になっちゃったりするから、それはね、ヒースケも欲しいって言ってたからね、ヒースケとかにあげたりして、みんなが幸せになるようにね、していきたいと思います。バルクスさんのね、バイクが何が違うのかっていうのもちょっと楽しみですけど、とりあえず事務所に向かっていきます。行きましょう。ということで、スタジオにですね、着きました。なんとですね、ここにもうね、バルクスって書いてあるんですけど、このスタジオなんかどっかで見たことあるんじゃないっていう方は多いと思うんですけど、いつもね、僕が大会前に撮影していただいてるスタジオですね。ここでね、もうカメラ専用のなんかこのね、フラッシュ焚いたりして、で、ここにバルクスさんのなんかシートがあると。もうすでにね、見てください、これがね、バルクスさんのね、バイクということで、これをね、僕がこれから漕いでいきますっていう感じになりますと。これからちょっと準備していきます。よし、この日のためにセットをしてきたんで、ね、これで今日はバルクスさんのね、このウェアを貸していただきます。見てて、結構さ、ほら絞れてるからさ、いい感じなのよ撮影に持ってこいなのよ。よかったよ、本当に絞れてて。山沢さんみたいにバルクスの、ね、人になりましたあ、そうですね、OK です。じゃあちょっとさっきと同じようなパターンいきます。はい、ということで、今撮影が終わりました。これからね、急いでね、ジムの方に向かいます。ジムの方で今日は新しいね、トレーナーさんがね、面談にいらっしゃるので、準備もしたいのかっていう感じです。ちょっとね、バイクもね、多分家に届くと思うので、細かいところも見れたらなって思ってます。ということで、ジムに向かいますなんすか、なんすかびっくりしたよ。まあ、これからちょっと新しいトレーナーさんが来るので、ああ、はい、そわそわしてますよね、なんかすげえ緊張してきたんです。頼むよ新しい方が今日1日目なんで。そうだね、はい、オンラインにも入れてる。今日は4人です。とりあえず長谷さんとブーちゃんが一次面接じゃないですけど、ちょっと見ていただいて、トレーナー目線で、その同じ日にその後僕が1対1でお話ししたいなと思ってますので、よろしくお願いします。しっかり緊張するお願いします。一応シェイプのジムがね、こんな感じで面接仕様になってます。ナヤさんとブーちゃんね、そわそわしてる、さっきからずっとフラフラしてる。まあ一応ナヤさんとブーちゃんたちがこっち先見ていただいて、その後にね、面接の方はね、ちょっと次の部屋に入っていただいて、僕とちょっと1対1でお話ししたいなって思ってます。いろんなことをちょっと聞きたいなと思ってて、なんか楽しみですここからこうなんだろう、はい、尊敬されるようなお人柄っていうことですよね。ああ、でもそう言っていただけるとそんなのかもしれないんですけど。撮ってる？撮ってます。撮ってるな。目合ってるカメラと。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやすごいいい時間やったよ。いい時間でしたね。僕たちも緊張しましたね。最初はもうドキドキしてる、ドキドキしてました。でもなんか面接官やったね人事っぽいですもんね、うん、私も気になることとかをポンポンポンって聞いてくれて、確かにで、直也くんが聞く質問で、ああそれいい質問って楽しそうに話してましたね。いや、ほんと、和気あいあい、こっちは緊張してほしくなくて、うん、素で出してほしかったから、いい方ばっかりですね、やっぱり。悩みますね。みんないい考えだ悩みますよね。これに関してはちょっと全員のさ、気持ち聞いた上でさ、うん、もう一度3人で話して、そうですね、一番結局何があれだっていう
さ、お客さんに関わるトレーナーさんになるわけだ。まあそうですね、そこを目線として、はい、俺ら目線っていうよりは、そうですね、そこはちょっとやっぱりあとはなんかもうほんとチームになるわけですから、なんかそこに関しても僕も結構深く聞きました。チームとは何かとか聞こえたじゃん。やっぱそこを大切にしたくて、やっぱりちょっと緊張の間があっちでは流れてましたけど、僕もちょっと雰囲気違ったよね。雰囲気がちょっと、はい、そうですね、気合い組と僕はちょっと冷静に冷静に冷静にチームとはみたいな。バランスいいよね。いや、そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。帰る準備をしてますが、もうね、ゴミがコーヒーばっかり。コーヒー大好き人間が揃ってますので、視聴者さんにもすごいコーヒーをいただくんですけど、やっぱり缶コーヒーだとね、冷蔵庫があるから冷やしてね、みんな飲んでます。いつもありがとうございます。すいません、いただきました。またもう一個出てきました。ということでね、ちょっとね、別日になっちゃったんですけど、見てください、僕ん家にね、ついにあの CM で乗っていたこのね、黒バイクが、ドゥドゥーン、ドゥ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 ーンということで届きました。ここに実はね、前ね、違うバイクがあったんですけど、ちょっとね、そのバイクよりもかなり改良されているってことでね、少しね、改良ポイントをね、お話ししたいと思います。前のバイクはね、ヒースケとかにちょっとあげちゃったんですけど、僕の方がなんかいいのを使ってしまうっていうね、ヒースケごめんね。うん。でもね、ちょっとね、このいいね、バイクのところをお伝えしたいんですけど、まずね、僕がいいなと思ったのはこのね、色ね。やっぱり前はね、緑と黒とかが入ってて、緑をインテリアにするっていう能力が僕なかなかなかったから、ザ・緑って感じだったの、お家の中が。だけど、こいつはね、もう真っ黒。真っ黒に、ちょっとここにね、青が入ってるっていう感じ。僕のね、後ろのね、青とかにも少しね、反応する青になってます。良くなったポイントは、前にね、ここにね、置く場所がなかったのよ。何もここに何かを置いてバイクを漕ぐっていうことができなかったんですけど、ここにね、例えばこうやってスマホを立てられたりとか、 iPad をね、こうやってね、立てかけることもできるようになったので、まあかなり漕ぎやすく、長時間漕いでてもね、飽きなくなったっていうところですね。で、かつかなり音がね、改良されてるらしい。僕とかやっぱり一軒家じゃなくてマンションだから、こうやってね、思いっきり声出てもめちゃくちゃね、早くこうやって、あ、めちゃくちゃ早く声でも何も音がしないの。この服が擦れる音だけ、音がね、すごい静かになったっていうのがね、この改良ポイントですね。あとは単純にね、バイク自体がね、前のバイクよりもかなりね、運びやすいです。こうやってピュッてやって立てて進むことができるっていう、僕が前持ってたね、バイクよりもかなりね、改良されてるなっていう印象があります。僕ん家にもし遊びに来た時は、僕のねCM で漕いでたみたいにね、ぜひね、漕ぎますので、僕も目の前で、なんでこうやってね、撮影していただければなって思います。そんなことあるか、そんなシーンあるか、誰が俺ん家に来て CM みたいに漕いでって言うん、ユーン？待って、おかしくなっちゃった。ほらね、バルクスのバイクっていうのはね、この動画がね、投稿されてる時点では発売が開始されてる。だから僕ね、発売される前にもうお家に来ちゃったっていう。これはですね、僕がもうね、あの CM に出たっていうね、ちょっと特権を使わせていただきました。もう本当にね、ありがとうございます。特権をね、使わせていただいたんですけども、僕ね、実はいろんなバイクを使ってて、3台目ぐらいなんですよね。なんで3台目なのかっていうと、まあ、僕もね、やっぱバイク何使ってますかってすごいたくさん言われるんですけど、1回目に使ったバイクをこのままね、これ使ってますって言ったら、他のバイクを知らないでご紹介することになるから、いっぱい僕もね、やっぱり使うからには、いろんなのをちょっと試したいとかと思いながら、試して、現在このバイクになったっていう感じです。そう、だからね、いい点がどんどんね、年数も重ねてってるから、改良されてってるね、バイクの歴史も。これはね、かなり本当に静かだし、まあ、シンプルなんだけどね、シンプルなんだけど、まあ、本当に初めてバイクを買うっていう方はかなりいいかもしれないです。僕もちょっとね、あの CM に出させていただいたので、まあ、お得な情報っていうのをいただいております。はい、で、Amazon のみでね、これ先行販売が始まります。バルクスさんからちょっと来たメッセージだと、今ならなんと5000円オフというね、書いてあります。今ならなんと5000円オフ、5000円オフで買うことができますよと。で、プラスで僕用のね、クーポンもね、発行していただきました。この動画用のクーポンがあるので、この概要欄のところから見ていただくと、さらに1000円オフ、6000円オフになりますと。6000円もお得に購入できますということですね。はい、ということでね、時差のね、動画の撮影になってしまったんですけれども、そんな感じで、もう後ろにね、すでにインテリアみたいに馴染んでますけれども、バイクっていうのはね、やっぱ室内で漕げるし、朝雨降ってたらね、歩くのだるいんですよ、僕も正直。
だから室内でねふとした時に有酸素ができる、でカロリーもこうやって消費することができるっていうのはね、かなりダイエットをする一つの手段として持っておくのは有効な手かなと思うので、もし会う人、まあ、僕もマンションなのでマンションでも全然使えるので、もしこういうねアイテムが自分にあマッチしそうだなっていう方は検討していただけたら嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。